早くハニー、待ちきれないわ。こんにちは。こちらをどうぞ。メニューから注文するみたいね。みんなもらわれていったのね。あら、残ってる子があそこにいるみたい。え、なんだって？こんにちは。今日ももらわれないのかな。連れて帰りましょうね。本当に？本当に？もちろんよ。今日から家族よ。あ、まあそういうこともあるか。そのうち慣れるだろう。来なさい。座って動かないで。夕飯を作ってるんだ。麺類が好きだといいが、僕だけの特別なレシピなんだ。隠し味は愛情だぞ。ああ、忘れるとこだった。これ食べなきゃダメ。ミミズみたい。ごめん、マスタードを忘れてた。なんだこれは。何をしたんだ。フォークが滑ったの。掃除しなくては。母さんには見せられないぞ。麺はこれで全部だと思う。もう一度盛り直さなくては。もう十分だろう。野菜を忘れてしまって申し訳ない。麺はいらない。まずいし、ぬるぬるしてるし。ああ、フォークが。まあしょうがないか。長くはかからないからね。あれ、麺が降ってきた。あ、どうしたんだ。ピカチュウどこにいる。ウィー。だ、誰だ。やっぱり呪われてるのか。ピカチュウ、お前か。遅いよパパ。おい、出なさい。おい、いるのか。ちょっと待てよ。絶対に見つからない。そう思うか。はあ、やった。逃げろ。こら、来なさい。やだよ。おい、こら。見てるだけでめまいがしてくるよ。私は大丈夫。ああ、楽しかった。やってられない。ベビーシッターを呼ぶぞ。うん、お呼ばれしました。ほら。ああ、やばいかも。座って。私に任せて。必要なのはテープだけ。ちょっと無理やりなの。少し極端な気がするね。簡単でしょ。これ使って。さあ麺を食べなさい。これどうやって使うの。セーターを編めっていうの。使い方知らない。どうしたらいいでしょう。もうしょうがないですね。練習用の箸で試してみなさい。これで大丈夫のはずよ。ふん、これならできるかも。試してみよう。わあ、できちゃった。魔法みたいじゃないか。しかも美味しいじゃん。よくできました。本当にありがとう。それじゃ行きます。頑張ったな。いやいや、聞いてる。メモってるよ。よし、次はどうする。パパパパ、こっちだ。ちょっと待ってね、パパは忙しいの。何それ。何してんの。遊ぼうよ。おい、そんな暇はないんだ。いや違います、子供に。そんなこと言うんだ。いいよ、自分でなんか作るから。行くぞ、見せつけてやる。やった。限界だ。やめろと言っただろ。こっちに来るんだ。うん、嫌な予感がする。元気が余りすぎてる。ちょうどいいのがあるぞ。これは重い。持ち上げるのがやっとだよ。よっしゃ、筋肉燃えろ。ああ、すごいな、頑張って。こんなの簡単すぎる。ボインボイン。筋肉筋肉、一日中やってられるよ。うまくいってるか。少しは疲れてるといいんだけど。うん、プラン B の時間だ。いい気分だよ。これを着て。さあ走れ、止まらないで、全速力で走れ。パパ見て。そうだよハニー、続けて。うーん、眠くなってきた。ちょっとお休みしたい。なんだって、どこに行くんだ。疲れちゃった。ふん、思ったより難しかった。よし、昼寝の時間だ。気絶しそうだ。え、寝てる。まあ可愛いけどな。いい夢をね、ダーリン。起こさないようにしないと。これで仕事ができるな。さて続きはっと。つまらないわね。他に何がある。次は特別なプレゼントがありますよ。一回限りのオファーです。超すごいモンスターボール。え、ハニー起きて。これを見て。ボール落として。
じゃーん、いや、調子はどうだい？あれ欲しいわ。注文しよう。もしもし、注文したいのですが。わあ、高速配達。開けてみよう。気をつけて。床に捨てればいいのか？頑張って。うう、登場っと。ママ、パパ、こっちへおいで。家族が揃ったね。大好きだよ。ビリビリする。あ、ごめん、間違えちゃった。疲れたな。なんて日だ。美容のためにも寝なくちゃな。あー、気持ちいい。よかった、やっと寝てくれた。お楽しみの時間。この棚を持ってマジックが起こるのを待つ。やった。あれ、もう朝？消したはずなんだけど。ちょっと待てよ。今度はなんだ。来るぞ。何も知らないで。尻尾が。痛い。どうしたんだ。尻尾が痛いの。痛くてしんどい。大丈夫、落ち着いて。医者を呼ぶよ。待ってて。尻尾があるなんて知らなくて。大丈夫です。この人の怪我は見たことがありますから。診察しますね。思った通りだ。口に入れて。尻尾に包帯を巻かなくては。やめてくれ。それで十分。失礼します。大丈夫なんでしょうか。もちろん、休ませてあげてください。ありがとう先生。嫌な音がしたな。大丈夫ですか。手が、私の手が。大丈夫、直しますから。これを使えばいいだけ。ドアの端にかけます。それじゃあ私はここで。さよなら。本当に？見てみよう。なかなかいいね。ほら、見てごらん。どうしたの、パパ。わあ、すっごくいいね。尻尾が痛い。便利なガジェットもいろいろあるんだな。眠れない。もう眠りの国に行けないじゃない。違う姿勢で寝てみよう。あー、ダメだ。いい考えがある。二人きりなんて久しぶりで。なかなかいいな。ムード満開、いいね。僕じゃないよ。なんだろう。あー、まただ。どうなってる。チェックしてきて。幽霊がいるかもしれないよ。いいから行って。ひどいな、見守ってよ。頑張って、あなた。ピカチュウ大丈夫。パパ、眠れないの。やっぱりそうか。やることは一つだけ。眠れないときはいつもこれが助けてくれる。あっという間に深い眠りにつくぞ。さあ試して。すごい、リラックスできる。お気に入りの曲が流れるぞ。そうそう、これ最高。もうちょっと休める曲にしてみるか。そうだね。キャッチーな曲だろ。リズムに乗っちゃうよな。おやすみピカチュウ。ふう、うまくいってよかった。映画に戻るとするか。大丈夫だった。疲れたよ。でもやり遂げた。あら、寝ちゃった。いびきで音が聞こえないわ。大変な日だったな。終わらないと思ったけど、とりあえず帰宅っと。やっとリラックスできる。汚れが気になるけど。見ろよ。一人でこんなに汚すか？いつもこうなんだ。で、私が片付けるっと。ピカチュウ、言っただろう。へへ、あ、パパだ。会いたかったよ。待って、何してんの？こら、その手やめなさい。何回目だよ。好きな花なのにな。かわいそうな本たち。待って、崩したか。うわ、すごく臭い。どっか行け。待って、いい考えがある。なんだこの光。雰囲気出ると思って。やめなさい。そしてこの本も。ちょっと電話しないと。こんにちは、注文をしたいのですが。そうそう、これが使える。見てごらん、いいだろう。
何それ。今にわかるさ。スニーカーを収納するのに最適な場所だ。ふぅ、どう思う？いいけど、部屋は散らかったままだよ。行かなきゃ、またね。おい、戻ってこい。ずるいぞ、ピカチュウ。結局俺か、大人って大変。うんうん、いいじゃない。でもまだ行けるわね。いい、行くわよ。これだけ、それがベスト。私の罠にはまったようだ。かかってこい、この黄色い毛玉。くらえ、そっくりそのまま。そんなはずはない。また失敗か。やった、まだだぞ。見せてやる。あ、窓を開けて。え、何があったの？ピカチュウ、どこ？やばいわ。仕事に取り掛かる時だ。絶対に嫌だ。世界征服がかかってるんだ。ケーキを置いて。さあ、指から稲妻を放って。そう言うなら、えい！ふざけるな。後で後悔するんだな。考えて、何かできることがあるはずだ。邪悪の天才だろ。待て、わかったぞ。うん、レシピ教えてね。なんてこった、でかいな。こんなことが可能なのか。やめて。体重は？ポケモンにする質問じゃないよな。なんだって？お腹が邪魔だ。秘密ってことで、そんなにひどい？ダイエット開始だ。チョコレートは好きだろ？取りにおいで。おお、惜しい。振り回すのをやめればもっと楽になるのに。かなりしんどかった。疲れちゃったよ。ピカチュウ、どこに行ったの？一人では生きていけないよ。でも見つけるまでやめないよ。このポスターが効くといいな。ちょっと待って、これ見覚えがある。ピカチュウ、聞こえる？あれ、今のは何？ここにはいないのかな。でも私は諦めない。なんでもないか。あ、ジュース、気をつけないとね。ダメ、ジュース禁止。ジュースは水？やったぞ。おお、新しい客か。助けてください、私のポケモンが行方不明なんです。見せてくれ。怪我はもあります。探偵の才能があるな。どれどれ。うん、毛皮のようだ。毛皮の匂いがする。痛い。気の強い子だね。もう少しテストしてみる必要がありそうだ。何なのか見極めないと。プロだから心配しないで。探偵学校でやったんで、証明書もあります。プロなのはご存知でしょ。下がって、小さな化学反応が起こるから。思ったより大きかったね。何があるか見てみよう。あれ、どこに行った？あ、普通はこうならないんですが、唯一の手がかりが。待て、地図を書くから。初めからそうすれば。ここで毛皮を見つけたの。待ってよ、見たことあるぞ。案件受けたまわります。この辺りにあるはずだ。解決しました。これがその木だ。見つけるのはピカチュウだよ。ああ、確かに、もちろんです。手を抜かないすぎです。これはなんだ？後悔し始めている。それで何か手がかりは？まだ捜査中です。何かを見つけたぞ。下がって、危ないかもしれない。いや、ただのアリだ。信じられない。見て、モンスターボール。中は誰だ？エマが恋しいよ。よこせ、お前は俺のものだ。そんな写真が怒った。テープで元に戻せるよ。これはやばいぞ。エネルギーボルト欲しいんでしょ？やりすぎたかな。枕使う？快適な方がいいじゃん。エマ、心配しないで。やった、脱出した。でもここはどこ？エマのところに戻るには一人ぼっちだ。ピカチュウのいない人生なんて。エマ、どこかにいるよね。おい、気をつけろ。待てよ、ピカチュウ、本当にあなたなの？会いたかったよ。何があったの？話せば長くなる。
ピカチュウ、呼んだ？どうしたの？あれ、どうしたの？今日は何するの？宿題は？ピュー、面白くしよう。簡単すぎる。命中。そろそろ楽しもうかな。なんて美しい日だろう。意外と早いしね。できた。思ったより簡単だった。カバン軽く感じるけど、私のものよ、私の。ダメ、モンスターボールが。ピカチュウ、必ず見つけるから心配しないで。ピカチュウ、どこにいるの？目撃者がいるはずよ。ポスターを貼って助けを求めなきゃ。街中に置くの。心配だよ。帰ってきて、ピカチュウ。ねえジェイク、ピカチュウ見なかった？ごめんね、まあ助けにならなくて。ここに書いておくから。え、どういうこと？ポケモン見ませんでしたか？これを、何かあったら連絡して。あー、隠れるんだ。自然に振る舞わないと。私のポケモンが行方不明なの見なかった？え、私全然見たことないよ。うん、あ、わかった、情報ありがとう。はあ、危なかった。完全に引っかかったわね。なんなのさ、テレビ見てたのに。なんでもないよ、リラックスして。それならいいけど。おお、これは良さそうだ。速報のため放送を中断します。ピカチュウが行方不明に。あ、テレビに出てるよ。このポケモンを見かけたら警戒して連絡してください。僕だ、有名なんだ。よこせ、テレビの見過ぎだ。うーん、ひどいな。頼むよ、私はいつも一歩先を行ってる。次こそ負けないから。ここから脱出する方法を見つけなきゃ。あ、どうすればいいか分かった。罠を仕掛ける時だ。あとは待つだけ。いや、帰ってきたの？なんか不自然だけど。うわ、何が起こったんだ？早くしないと。動くな、これ以上難しくしないで。離せ、後悔することになるぞ。まだ終わってないよ。これをかぶって。モンスターボールどこ？よし、脱出成功。暗闇嫌いなんだよ。やったね、自由。お家まで行かなくちゃ。あー、走るのは嫌いだ。はー、やばい。いた、止まれ、酔っちゃうよ。やばい展開になりそう。ん？なんで動かないの？もうバッテリー切れ。やっぱり充電しておくべきだった。あ、なんか当たった。これなんだろう。痛い、頭が。こんにちは、スクーターを充電したいんだけど手貸して。うん、どうしよう。わかったぞ、ざっとやってみるよ。わあ、すごすぎ。歩く充電器だね。本当にありがとう。じゃあ避けて、クルージングの最中だね。レッツゴー。あー、スピード出しすぎかも。ダメだ、助けて。やべ、こっちに来る。危ない、めまいがしてきた。やだ、ピカチュウ大丈夫？救急車か。あー、獣医に電話よ。すみません、ピカチュウは？あ、そうだ、あっちにいるよ。ありがとう。やだ、ピカチュウなんて姿。聞こえる？エマ、本当にエマなの？私はここにいるわ。エマ、痛い、すごく痛いんだ。あの子の運転最悪なんだよ。かわいそうに。痛い？痛い。なんで触るの？ごめん、これは？痛い、やめて。あ、そこは大丈夫。感覚ないの？本当に？ちょっと派手めに行ってみるか。わあ、やばい、何してんのさ。足気をつけてよ。どうにかしなきゃ。ごめんね。もうハンマーはやめる。ハグしようよ。なんて素敵な日だろう。僕とモンスターボールと二人。あれ、あれはなんだ。お、これはクッキー。匂いは合格。まだある、すごい。うん、どうやらここで終わってるみたい。お、大当たりだ。私のクッキーだぞ。
ちょっと、刑務所に入るには可愛すぎるでしょ。そんな、こっちだ。幽霊？そんなラッキーなわけないか。引っかかった？僕だよ。だから独房が良かったんだ。わお、君かなり真剣だね。また電気代を払い忘れたか。心配しないで、任せて。ピカッとさせちゃう。あら、便利。そこにいてちょうだい。おい、お前、こっちへ来い。明かりが欲しい。いや、ここでいいや。これをやるって言ったらどうする？取引成立。集中したいから、そんな大きな音で噛まないで。どうしようもないんだ。このチップス美味しいよ。ふん、空っぽだ。うん、まだあるの？なきゃ消しちゃう。ほら、これ。わあ、うまいやつ。君がいるとかなり助かる。うん、それはありがとう。ああ、曲はどうしたんだ？ダメだ、諦めないで。そんな。おい。はい。これ直してよ。本当に？高くつくよ。新しいベッドが欲しい。わかった。それともう一つ欲しいものがある。いや、まさか無理でしょ。そう思う？私を舐めちゃ困る。あー、最高じゃん。これならずっといられるよ。なんで私がこんな目に。覚えてなさい。そろそろ直さなきゃね。それほど難しくないよね。すごい、奇跡だ。パーティーだ。退屈すぎ。うるさいぞ。警官というのは大変な仕事だ。頭も体も鍛えなきゃね。そうそう、筋肉筋肉。この腕筋を見てみろ。筋肉ついてなくない？僕に比べたら全然。自慢はしたくないけど、うん、マッチョなの。比べるってか？これができるか？楽勝楽勝。ああ、かわいい。これを見て。やめたら恥をかくだけよ。ちょっと待って、できるから。怒りの拳、ちょっかいを出すなよ。毎日同じことするわよね。何よ、立ち向かうっていうの？分かったよ。うん、ウェンズデー、ちょっと助けてくんない？髪をどうすればいいわけ？じっとしてて。ピューピュー。よーし、これは無理でしょ。これは見せたくなかったけど、タトゥーを見てみろ。おー、予想外だ。結構イケてるじゃん。このラウンドはお前の勝ちだ。やり返してやる。すごい煙たい。ねえ、このライオンいいでしょ。墨を入れて、ここに。わかった。へへ、くすぐったいな。終わったよ。ありがとな。おい、今度は何？見せたいものがあるんだ。これを見て。今まで見た中で一番面白い。何？なんで笑ってるの？ひどすぎる。よくもこんなことを。いいと思ったのに、好き嫌い激しすぎよ。この檻なんでできてるんだ？絶対諦めない。助けを呼ばなきゃ。出番よ、ハンド。キーが見える？やって。書類仕事が多すぎる。首が凝っちゃうよ。おお、そこだ。すごくリラックスできる。さあ、急いで戻って。待て、これは何？ゴミだ。モンスターボール、もう会えないかと思った。鍵を取るの。待って、冗談でしょ。いらない。鍵って言ったよね。あ、よし、もっと簡単にしよう。あ、いい？これで分かったでしょ。本気？わざとやってんの？ねえ、ピカチュウ、こっち来て。はいはい。これ鍵に見える？ハンド語喋れるよ。ねじねじっとな。わかった。いい予感がする。ほら、やっぱり。よかったね、これでここから出られる。ワクワクするね。モンスターボールも一緒に。あれ、昼寝しちゃった。ああ、脱獄だ。ここから出よう。そうはいかない。
ウェンズデー見捨てないで。ウェンズデー、不公平だよ。さあ買い物に行こう。おお、このリンゴは新鮮そうだ。これも買おう。うん、他に何が必要だろう。おっと、キャンディ欲しい。そうそう、これがうまいんだ。うん、一気に行くよ。あ、これはやばい。止まれ、逮捕する。刑務所行きだ。でも説明させてよ。はめられたよ。ピカチュウ、ピカチュウ、どこにいるの。これはやばい。壁際に寄りなさい。顔写真だ。もう、よし見てみよう。おい、ふざけるんじゃない。監視してるからな。真面目すぎるよ。次はどうだろう。おいおい、優しくするのは終わりだ。僕、触られるの嫌い。ふざけるなよ。聞いてるのか。もう一度やってみよう。もうおしまいだ。あ、何が起きたんだ。目が。やった。後悔することになるぞ。いいものをつけてやる。僕のジュエリーだと思うか。行くぞ。待って、稲妻はどこ。ブレスレットだ。パワーをブロックしてる。観念しなさい。さて続きっと。ああいい感じだ。この仕事は腹が減る。エネルギーを維持する必要があるからな。いつ行動を起こす必要があるかわからないし、大変な仕事だけど誰かがやらなきゃね。この美味しそうなキャンディーを見せてよ。ヤッホー、キャンディーもらえる。お前が。無理無理、それは絶対にありえない。そう言うと思ったよ。あれ見て、お楽しみの時間だ。これで面白くなるはず。コードレッドだ。すぐ行く。ゆっくりでいいよ。キャンディーゲットだ。ブーン。免許持ってないけど、もう少しだけ。早く早く。ちょっと待って、砂糖。キャンディーが欲しかった。からかわれてるような気がする。食べるしかないか。まあ甘いものに目がないから。あ、そうだ、いいこと思いついた。このスプーンに砂糖をかけるよ。それで十分かな。さて温めるか。砂糖を溶かすんだ。おお、うまくいってる。キャラメルになってる。次に爪楊枝を使うよ。キャラメルに入れるんだ。あとは待つだけ。これで十分。キャラメルが固まった。ロリポップの出来上がり。早く食べてみたいわ。うん、おいしい。誤報だった。あれ、これはなんだ。それはロリポップ。それちょうだい。ほら。いいよ。特別に作ったこっちをあげる。なんだ、結構いいやつじゃん。やばい、これは気持ち悪い。もちろんだよ、塩で作ったから。絶対に許さん。遅すぎる。どうやってここから出ればいいんだ。待てよ、これは間違いなく効く。フォルダーを目覚まし時計の上に置く。モンスターボールがワシのように空を舞って、鉄格子を通り抜ける。そして自由な生活。ボールの中に入った方がいいね。準備はできてると思う。行って。こんなはずじゃなかった。中止だ、中止。痛い、コブが残るよ。今のはただの練習。どこで間違ったか分かってる。次は完璧に。わーい、やったー。ロエちゃん、バイバイ。これは何？変なリンゴだね。硬い。ゴミ箱行きだ。本当に終わらないわ。囚人は散らかしっぱなし。安月給なのにね。これでいいかしら。おしまい、帰るわ。脱獄成功？臭いけど僕は自由だ。脱獄成功だ。はあ、空気が美味しいな。ピカチュウどこ？あれってもしかして、え、エマ？やったー。どこに行ってたの？心配したのよ。今日もいい日だな。あれ、誰かからメール。ママだ。嘘だろ。子犬だといいな。あ、こりゃひどい。もうちょっと楽だと思ったんだけどな。
いや、ぐちゃぐちゃがすぎるよ。どうしてこんなことに。とんだサプライズだよ。なんだか悲しくなるな。まあまあ、どうしてなんだ。ピカチュウがいるけどこんな目に遭わされるだなんて。君が唯一の友達だ。は？な、何が起きてる？なんだ。いや、激しかったな。あ、どうも。汚くてごめん。今掃除するから手伝うよ。はい、どうぞ。ちょ、顔にかかってるって。じゃ、善は急げ。さっさと始めよう。俺は保安官、この町を掃除しに来た。てか、この部屋か。運が悪かったな、お前。おお、結構やるな。通りは安全だ。それじゃブルーを助けよう。大丈夫、俺がついてる。もう大丈夫だぞ。これを取ってやる。今の何？ああ、そういうこと。さっきの早打ち見てたかい？英雄的だろ。これなんだ。捨てちゃえばいいか。何してんだろ。ちょっと、どういうつもり？クリス、これ捨てちゃダメ。ゴミじゃないって。ほら、ランプなの。どいて。なんて乱暴な。これでよし。ほら、遊んでる暇なんてないよ。あ、やったな、この。なんて言ったっけ。クリス、最後の警告だよ。あ、そうだ、ひらめいたかも。きっと気に入るよ。まずロープを用意。短く切ろう。地味だから色も塗って。グルーガンを用意。端っこにちょっとつけるよ。ちょっとでいい。反対側もね。そしたら輪っかにする。端っこ同士を押し付ける。これがあればよし。さあ、くっつけるぞ。 ここに接着剤を出して風船につける。全体に貼り付けるよ。ここからがお楽しみ。風船が終わる。あとは引っ張り出そう。これでランプのシェードができた。あと何が足りないかというと、冠、ブルーみたいだね。ナイス。わあ、これすごいや。でしょ、思ったよりいいんじゃない。私のロープのおかげね。あ、床がゴミだらけ。うん、気分が良くない。風邪をひいた気がするな。なんでこんなに汚れてる。これはちょっとかかるな。おう、このクレヨン探してたんだ。うわー、汚いな。けどしょうがないか。って何してんの、それ。鼻水。吐きそうなんだけど。なんとか落ち着かせよう。何の途中だっけ。やったぞ。ほら見てよ、最新作どうかな。俺たち二人。へえ、かわいいじゃんか。私もなんか書こう。あれ、クレヨンはその辺落ちてない？ソファーの下かな。おー、見つけた見つけた。よし。って、嘘でしょ、これもしかして。クリス、トイトレ済んでないの？いや、ほんとマジで。何の話してる。ああ、ちょっと小腹が空いてさ。チョコスプレッド好きなんだ。って、もしかして勘違い。うんこだと思った。ああ、よかった。次はスプーン使って。待って。なんとかできそう。この布を使うよ。あとはバケツ。うん、これいけそう。ちょっと待ってて。ねえクリス、これを見て。このバケツを壁に貼る。色を変えて並べていけば、まるで虹。ここにおもちゃを分けて入れられる。文房具もね。全部が整理整頓。そう、その反応が欲しかった。キャッチ。絵に色を塗って、使い終わったらしまうんだよ。一歩ずつやっていこう。これはどこにやろう。待った。あれ、誰かいるな。シャラララ。いえ、知らない人だ。おう、失礼しました。
ピカチュウ、あ、見せたいものがあるんだ。可愛くはないけど。何の話？写真を撮ったらずっと残るよ。あ、トラウマになりそう。なんとかしよう。毎朝あれ見るの困る。でもどうする？考えよう。そうだ、わかったぞ。この絵はどう？あ、それなんだ？ほら、隠しちゃえ。その手何してんの？いや、クールかなって。よし、シャワー男隠れた。サプライズ。うまくいかないか。そうだ、思いついたぞ。じゃあ見せてもらおうじゃん。これを使えばいい。趣味はビーチの散歩で、私もお互い気が合いそう。これで隠せるぞ。仲良くなり始めてたのに。電話して。どんな問題？無駄なアートってことにしよう。まだピカチュウに会いたいな。おう、おかえり、梅だね。いや、また会えたね。ずっといるよ、あいつ。どうすればいいんだ？あいつとシャンプーがトラウマだ。この紙ナプキン使えるかな？もっと早く気づいていれば。これを使うんだ。両側を持って折りたたんでいく。膝を作るんだ。真ん中をつまんで大喜利する。これでもうおさらばだ。たくさん作ってさらに貼る。どうかな？ねえ、これ持ってき。消えちゃったよ。俺も知らない。危ないとこだった。ま、このアート素敵だからいいか。これ疲れる。最悪だ。カーペットが汚すぎる。掃除とソーダ最高。ふう、守備ルバー、あ、これがいいんだ。調子はどう？はあ、これくらいかな。お次は何？え？クリス？ああ、ピカチュウ。いつも遊んでばっかりじゃん。俺の歌は嫌いか？みんな批判する。フリースタイルだ。ポップでロックだベイビー。シャラララウィードゥーダダー。ああ、やっちゃったかも。わあ、どうしよう。掃除しなくっちゃ。でもどうする？いや、俺じゃない、シャワーのやつが。モノに飲んでたでしょうが。もうたくさん、これは捨てるよ。ってなると困る。拭かなくっちゃ。出てこい。いや、全然ダメだ。あー、これ怒られるぞ。模様ってことにできないかな。あ、そうだ。アウチ。簡単だ。テープを使う。じゃあ始めるぞ。これをカーペットに貼る。二つに分けるんだ。斜めにね。そしたら小さく切る。そしたら絵の具を用意。それぞれを別の色に塗る。テープを境目にするぞ。これでシミを隠すからね。順調順調。終わったらテープを剥がす。あー、これ気持ちいい。わあ、カラフルだ。自分でもびっくりする。コーラのシミも消えてくれた。ピカチュウも描くぞ。何やってるわけ？新しい絨毯？いや、ちょっと試してみたんだ。わあ、すごいじゃん。なかなかやるね。ああ、君のために何かしたくって。はあ、これにした。なるほど、このカードの方が強い。見て、ピカチュウ。やった。え、あ、ようこそ。うわ、え、なに、すごい。これ感じる？いた。モンスターボールバイバイ。ははん。今のどうやったの？ピカピカ。うん、そうだ。お願い、やめて。ピカチュウ、ダメ。おはよう。ごめんなさい。もう何度も言わせないで。ポケモンは禁止。その授業始めるわよ。わあ、すごい。どれか選べばいいの？あ、これ。ふん、どれどれ。
空っぽだ。何か入ってる？残念。いた！あ、そうだ。いいこと考えた。電気たくさんあるんだから、しっかり活用しないと。よし、準備 OK。充電したい人いる？こんにちは。指でできるよ。はい、どうぞ。充電したいの？任せて。ナイス。わあ。ちょっと。充電できる？もちろん。はい。いくらだい？わあ。あげるよ。じゃあね。お金持ちの匂いがする。買い物しちゃおう。え、売り切れ？うっそー。ああ、終わりだ。待って、今のってもしかして。出ておいで。どうしたの？お願い、生き返って。なんで動かないの？こんなのひどい。しょうがない。助けてあげる。先生、緊急事態、すぐ行くね。ふん、待とう。大親友だよ。ピカチュウ、中に入って。先生、やっと。どうしたの？捨てられちゃったみたいなの、ほら。はあ、わかった、見てあげる。あるかな。これだけ？無理よ。待って、お願い、まだあるはず。オッケー。かなりやられちゃってるわね。でも大丈夫、動かないでね。次は、目隠れてる？これが必要ね。深呼吸して。あれ、鼓動が聞こえない。ごめんね。鼓動が聞こえない？ダメ。待って、やれることがまだあるかも。絆創膏、試してみるね。はい、完璧。しっかり休ませてあげて。ありがとう。わあ、よくなった？あんまりわからない。え、どうなってるの？わあ、変なの。ピカチュウ、生き返った。わーい。緊張するな。大丈夫、準備はいい？行くよ。こんにちは。たくさんの候補がいますよ。この子はオリバー。才能があって自立していてロックが大好き。イエーイ。ふう、ちょっとうるさそう。静かな子はいますか？ではマイクはいかが？メガネはオタクっぽいけど個性的で頭が良くて読書好き。あら、いいんじゃない。でも周りの目が気になる。確かに。なるほど、そういうことですね。それでは特別なオファーです。猫、長い散歩、ビーチにユニコーンがお気に入り。面白い子。でも冗談でしょ。違う？うん、まあいいか。残されたのはこの子だけです。少し変わっていて、ここだけの話ちょっと奇妙。ロックの子が良くない？ダーリン、見て、曜日。これはサインよ。決定。新しいお家へようこそ。楽しく暮らそうね。ふん、ピンク、本気？趣味が悪い。だって見て、悪夢が現実になったみたい。待って、あれってクマ？その花は一体何？やっほー、この部屋可愛いと思わない？何してるの？ハグしよう。ほら、ちょっとやめて、ストップ。ほら、
見て、もう仲良くなってる。絶対に嫌。いなくなった？大丈夫だよ。模様替えしよう。そんなに時間かからないはず。いい感じ。滑っちゃったみたい。うわー、部屋が違う。ちょっと暗いけど、いっか。で、あなたのことを教えて。最初から最後まで全部知りたい。喋りかけないで。見えるよ。ねえ、ここ、もしもし。喋る気分じゃないのかな。ああ、そうだ。みんな大好き、ユニコーン。大丈夫だよ。心配しないでね。うふん、お客さんだよ。今度は何？一体どこから？すごくカラフル。うい、これどうにかしないと。でも助けが必要。シング、これ直してくれる？変身させて。完璧。この方が全然いい。一体何したの？良くなったでしょ。黒くて美しくて抱き心地もいい。気に入った。クマさんはここにいてね。行くよ。願い事をしなきゃ。お誕生日おめでとう。プレゼントあるよ。え、私に？やった。中身は何だろう。早速開けてみよう。驚くと思う。楽しみ。サプライズ大好き。どう思う？これって私の頭。いやー、どうなってるの。逃げなきゃ。気に入ったみたい。頑張って作ったからね。ピクルス大好き。今日で13歳。願い事叶うかな。絶対に無理。ちょっと、フェアだ、近づけないで。開けて。ふう、大丈夫、そんなに悪くないはず。すぐにわかるよ。安全？一体何なの？嘘、これって悪魔のプレゼント。キャー！あはははは、お誕生日おめでとう。わお、ケーキだ。もう18なんて信じられない。どうでもいい。でも一応特別な日だし。はい、プレゼント。ん？今年は準備万全。絶対に驚かないよ。それ、待って、信じられない。すごくかわいい。気持ちのこもったプレゼントだ。美しすぎる。ウェンズデー、ありがとう。サプライズ。何するの。面白すぎる。そこをきれいになってないよ。あ、ごめん。最高なプレゼント。今日は私の誕生日なのに。文句は言わない。最後まで続けて。もう。この本最高。ずっと読んでいられる。すごく落ち着くの。ママし、集中できない。ああ、びっくり。ウェンズデー？聞こえない。ねえ、ウェンズデー。静かにして。ずっとスマホいじってるんだから。それちょうだい。何にするの。少し休憩しなさい。外に出るのも悪くないわよ。まったく、イライラする。おやつでも食べよう。お菓子が食べたい気分。うん、これいいかも。それはダメ。果物を食べて。はあ、頭を撫でるのは嫌だったわよね。こんなのずるい。はあ、お風呂の時間ゆっくりしよう。ずっと楽しみにしていたの。はあ、最高。邪魔さえなければの話だけどね。本を読もう。うん、知らなかった。一人ぼっちだと寂しいでしょ。友達を連れてきたよ。ん？誰かいるの？ママ、ハロー。ウェンズで何してるの？それってピラニア？やめて。お願いだから逃げなきゃ。ふふ、どこに行くの？全くどういうつもり？お風呂なんて入れない。何が問題なの？全く危険じゃないのに。はあ、最悪だった。
うわ、今度は何？大丈夫、本物じゃないよ、ほら。ただのドッキリ？安心した。あー、ごめんね。寝る前におやつを食べよう。用意しておいてよかった。うん、おいしい。何の音？私のことは気にしないで、おやすみ。やっぱりおかしいね。今がチャンス。静かにしなきゃ。勇気を振り絞って本当に寝てるか確認しよう。ねえ、起きてる？お菓子もらい。わーい、やった。ベッドに持っていこう。大成功、絶対バレない。うーん、美味しそう。ふう、危なかった。うーん、すごく美味しい。お腹いっぱい寝よう。ぐっすり寝れそう。ベネット、ぐっすり寝た。お菓子を取るなんて許さない。こっちに来て、助けが必要なの。わかった？よし、早くしてね。起こさないように。そうそう、ナイス。後悔させてやる。よく寝た。お菓子食べようっと。あれ、どこ？近くで見てみよう。うん、なるほど。お菓子の包み紙ね、痕跡みたい。辿ってみよう。どこに繋がってるんだろう。こっちの方。やっぱりウェンズデー。え、大丈夫？ウェンズデー、おい、これは、はぁ、一体何？引っかかった。クマさん、柔らかくて気持ちいい。な、何？助けて。捕まえた。早く逃げよう。もう朝？あ、イネットは？待って、これは一体。嘘、イネットがさらわれた？なんで？これは良くない。確かに鬱陶しい子だけど、なんとかしないと。わあ、助けて。大丈夫、すぐ行くよ。これがあの車に中にいるのかな。待って、イネット、私よ。あー、ワンズデー、起きなかった。私が人助けなんて信じられない。ロープをほどいてあげる。いた、私のヒーロー。ダメ、させないよ。やっぱりハグはまだダメか。本当にありがとう。はいはい。やった、ウェンズデーからハグしてくれた。成功したか？ハッピーエンド大好き。私も。これが最後の警告だ。本当だよウェンズデー、今度問題を起こしたら対処だぞ。校長室に呼ばれてばかりだ。話は終わった？うわ、それはなんだ。ペットのクモよ。お、二人とも楽しそうですね。ここにいたのか、僕の娘よ。君を養子にしたんだ。さあおいで。これで家族が揃ったよ。なんていい日なんだ。ありがとうございます。さあ入って、くつろいで。ここが君の新しい部屋だ。かわいいだろ。僕がコーディネートしたんだ。パパはいいセンスしてるだろ。全然よ。うわ、こんな色好きな人いる？最悪じゃない。え、あれは何？目が痛くなる。捨てちゃおう。こんな部屋にはいられない。模様替えしよう。ふん、こんなもの。これは剥がさなきゃ。バイバイ。花？ゴミ箱行きよ。黒がいいわ。うん、良くなった。この方が快適よ。落ち着ける雰囲気になったわ。ここなら楽しく暮らせるかも。蜘蛛の巣で私らしい部屋になったし、墓石もいいでしょ。墓石がない家なんてありえない。うまくできたわ。ちょっと休憩しよう。今日いろいろあったもの。
ああ、ウェンズデイ。うわあ、一体何が起きたんだ。死ぬなんて早すぎるよ。こんなの耐えられない。もらうね、チョコレートって大好き。え、君生きてたのか。安心したよ。触らないでよ。チョコありがとう。日記を書こう。変なことが起こっているの。ここで幸せを感じ始めたの。ごめんハンド、今は忙しいの。遊べないよ。ちょっと聞いてるの。ダメ、やめてよ。本気で言ってるの。怒らせないで。やめて、くすぐったがりなの知ってるでしょ。ムカつくわね。ウェンズデイ。あ、リズム感がいいね。待って、動画を撮ろう。イエーイ。違うのよ。才能があるよ。捕まえてやるから。もうやめてよね。こんなの見たことがないよ。見てごらん、バズってるよ。みんな君に夢中だ。すごい才能だよ、ウェンズデイ。そうみたいね。この踊りを教えてよ。デュオになろう。確かにかっこよかったわ。意外ね。準備したいんだけど、ドアに鍵がかかってる。誰か入ってるのかな。シャンランランラー。お風呂は気持ちいいな。え、パパ、ゴシゴシ、綺麗に洗わないと。へえ、面白い。読書って好きよ。君たちお似合いだね。もう待てない、ハンド。助けて。遠慮しなくていいのよ。頼りになるまで。綺麗な泡だ。お風呂って最高。誰にも邪魔させないよ。心が安らぐし、一日中バスタブで過ごせるよ。うん、このボディスクラブいい香りだね。え、なんだこれは。ピラニア。わあ、逃げなきゃ。食べられるのはごめんだ。もうお風呂なんて入らない。うまくいった。ハンド完璧よ。上出来じゃない。あら、いい匂いね。忘れちゃいけないことがあるわ。言うほど怖くないじゃない。よし、できた。ウェンズデイ、見せたいものがあるの。きっと気に入るよ。じゃーん、これどう。ね、かわいいでしょ。じゃあまたね。なんてことしてくれたの。怒らせようとしてるの。確かに上手だけど、見るのも辛いわ。悪い夢を見そう。今すぐ全部剥がさなきゃ。ふぅ、ハッピーすぎるのよ。なんでこんなことするのよ。は？ボスベイブ？どうにかしなきゃ。でもどうやって。あら、ちょうどこんなところに箱がある。使えるかも。どうかな。いや、これはいらない。箱だけでいいわ。これで十分でしょ。でもまず手を加えないと。長い形の段ボールに色を塗るの。もちろん黒でね。しっかり真っ黒にしてね。塗り残しがないように。色を塗るのって癒されるわ。段ボールに色が塗れたら乾くまで待つの。待ってる間に私の名前のステンシルを作っておいたわ。段ボールの上に置いて周りに線を描くの。シルバーなペンを使って、ゆっくりとね、ステンシルがずれないように。よし、できた。外すよ。そしたら色を塗るの。対照的な白の絵の具で。わあ、いいじゃない。完璧なデコレーションよ。なんてことするの。気に入った。授業に何いるんだっけ。いやー、映画ナイトは楽しいね。で、何を見るの。いいのがあるはずだよ。これは見たことないな。うわ、すごいね。面白い番組だ。夢中になりすぎよ。わかった、チャンネルを変えるよ。これは。ああ、ロマンチックだ。キスするよ。じっとして。変えてよ、冷めてるんだね。ケビンだ。ゲームに夢中だね。この子ひどいじゃないか。でも面白いね。見たかい、あの顔。ベラはさすがだね。そんなの嫌よ、怖いのが見たい。他には。リモコン貸してよ。ダメだよ、ケビンが出てるから見なきゃ。もうやってらんない。ハンド来て。いい手ね。3チャンネルにして。早く押して。ほら、さあ変えてよ。そうそう、これがいいわ。
あれ、ケビンは？これヴァンパイア？眠れないよ。掃除って落ち着くね。ホコリを完全に取らないと。ただいまパパ。大変だわ、宿題がたくさん。あ、おかえり。いい一日だったかい？忘れてることはない？あー気持ちいい。ん？なんだ？何を言おうとしてるんだ？やばい、ウェンズデーの誕生日か。すっかり忘れてたよ。どうしよう。そうだ、いいこと思いついたぞ。お誕生日おめでとう。気に入るといいけど、私のこと本当に何も知らないのね。うえ、ダメかい？それはダメだよ、絶対ダメだ。考えよう。そうだ、誕生日おめでとう。綺麗な花束だよ。ヘクション、近づけないでよ。明暗じゃなかったみたいだね。好きだと思ったんだけど。ああ、僕のせいだ。難しいな。そうだ、これならいけるぞ。君の特別な日だよね。どうぞ。綺麗な色ばかりだろ。メイクなんて大嫌い。予測しておくべきだった。僕には似合う色だけど。絶対ダメだ。どうしよう、何も思いつかない。でもできそうなことがあるぞ。 3D ペンを使うんだ。これで全て解決だ。早速始めよう。付箋に骸骨を描いたんだ。 3D ペンで輪郭を描いて中を塗りつぶすよ。目のところは開けてね。口もね。そして黒で塗るんだ。気味が悪いね。フックをつけてピアスにするんだ。わあ、僕って天才だね。謙虚だし。早く見せてあげたい。あの子のテイストだよ。ウェンズデー、誕生日おめでとう。プレゼントがあるんだ。見てごらん。ピアスだよ。つけてごらん。骸骨？え？素敵、ありがとう。どういたしまして。ん？え？手がなんか言ってる。自分も欲しいって？君には何もないよ。ハンドを怒らせない方がいいよ。わかったよ、何かあげるよ。時計にしよう。文字盤を塗って、それからダイヤル。いい感じだね。ベルトをつけよう。いい出来じゃないか。どうだい？お礼ぐらい言ってくれてもいいのに。まあいいよ、似合ってるよ。ちょっと近づきすぎよ。うん、勉強してお腹が空いたな。お菓子があってよかった。これ好きなんだ。ジューシーで美味しい。ウェンズデーも食べる？食べなよ、好きでしょ。うん、いらない。なんで優しいんだろう、変なの。絵を仕上げたいの。美味しいのに声をかけなきゃよかった。まあその分僕が食べよう。メッセージだ、パパだわ。ああ、うん、いい匂いだ。夏の牧草地みたいだね。ヒヒヒ、いたずらしちゃおう。私がいるなんて知らないでしょ。これまた買おう。何も買わないわよ。ん？何を見てるんだ？宇宙人でもいるの？何か見えるなら言ってよ。どうにかしなきゃ。パパを助けなきゃ。お菓子もらうわ。もう遅すぎるよ。失礼なんだから。